だいぶ読んでいきます。同様に電気設備の安全を確保するためには電気設備技術基準への適合を確認する必要がある。電気設備技術基準に規定されているものを1から5から1つ選べ、まあ、ピンとくるような来ないやなっていう問題なんですけど、まあ、僕的にピンときているのはなんかちょっと電気使う上で危ないものが規定されてるっていうイメージを持ってます。そうするとまあ船のお客さんの部屋の電気設備、まあちょっと海の水によって感電するかなっていうのはちょっと危ないかなみたいな感じですね。でもそういうものなんか特に何注意するんだろうっていうところではあります。括弧にですね、まず次乾電池使用のなんか筋肉をなんかするやつって書いてありますけど、まあちょっと危ないかもしれないですけど、まあやっぱせいぜい乾電池の電力だとまあ問題ないのかなっていう気もしますね。そうするとまあこれはないでしょうと思います。で、航空機に搭載する発電機、まあ飛行機でまあ電気って非常に繊細な扱いをしないといけないっていう、慎重な扱いをしないといけないっていう、まあ、気はしますけど、まあ、ただ電気によってすごい大事故が発生するっていう特別な注意点を払うことはないのかなというところですね。どちらかというと事故起きないようにいいものを使った方がいいみたいな、特注でいいものを使うみたいな感じがします。まあ、なんでこれも安全という意味では電気の事故によるっていうところでは特に気をつけることはまあ規定はされてないかなと。で、まあ、4番ですね、電気浴器っていうところで、まあ、浴槽に電気が入ってくるみたいな感じですね。まあ、そうすると電気、その電気がまあ水中と感電しまう、水中と接触してしまうと感電してしまって、そうするともう、まあ、死んでしまうんじゃないかなっていうところで、まあ、4番がまあ危険ですよねっていうところで、まあ、4番が正解になってます。で、5番、自動車の 24V オルタネーター、括弧交流発電機。まあ、なんか自動車なんかこういう項目あったと思うんですけど、あ、そうですね、項目としてなんかいろいろあるんですよね。これは気をこの電気を気をつけてみたいな、いろいろ、まあ、そこに電気浴槽っていう項目がまあちょっと記憶してたんで、まあ4番丸をつけました。で、5番オルタネーターっていうのが、うん、まあなんだろうな、電気っていうとやっぱ自動車っていうとやっぱ爆発、自動車事故で電気の発電機の爆発みたいなとこを気をつけるのかなみたいな気はするんですけど、まあ 24V だと別に大した電力でもないし、まあ特に大丈夫でしょうっていうとこで、まあこれも罰で、まあ、で船の客室ってところも、まあ、電気浴槽に比べたらなってところで、まあこういう絞り方をしています。まあなんていうんですかね、俺は半分知識ですから、まあもうこれが正解って言ったら、もうそれどんな理由でもまあ無駄にはなってくるんですけど、
一番危ないもの選べみたいな、いうふうな捉え方をすればいいのかなと。まあ、乾電池を使用したっていう、これについてはマニアックすぎて乗ってないでしょっていう、これは絶対ないっていう気がするんですけどね。まあ、他は割と、ちゃんと規定はしておかないといけなさそうなところであったりして、まあ、その中でも一番危険なものって電気浴槽ですよねっていうところだなという選び方をすればいいんじゃないのかなと、まあ、この問題に関しては思いました。はい、以上で終わります。